今日はですね、3月27日でございます。D1 第1戦まであとおよそ2週間とちょっと。昨日ですね、エンジンがかかりました。まあ、エンジンかかったとちょっとトラブルがあって、かなりこうあたふたしたんですが、まあ、なんとか皆さんの頑張りで復活しまして、明日多分セッティングに入ります。まあ、それ以外に、今走るための準備、足回り系だとかその他も並行して進めております。そして2日後の29日茂原ツインサーキットでシェイクダウンを予定してます。まあ、これはいきなり全開というよりは本当全部チェックをしながらね、車の悪いところを確認しながら、転がすということですね。で、まあ本手まであとそれから2回ぐらいは本気でちょっと走りたいなと思ってます。まあ、ただね、車ができて走ればいいってわけじゃなくて、第一線お台場からやっぱり勝てるポテンシャルまで持っていきたいので、今はとにかくみんなに頑張ってもらってます。